川端です。よろしくお願いします。今回は天理高校の問題です。三角錐の展開図が書いてありますが、これを組み立てた時のこの三角錐の体積を求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、それではね、解説していきます。まあ、三角錐の体積ですが、どこを底面積としたら高さがどうなのか。底面積と高さが分かれば、三角錐の体積を求めることができます。じゃあ、どこを底面積にするかっていうことなんですけども、結論言ってしまうと、三角形 BCE、この正三角形ですね。ここを底面積とします。その時の高さが実は AC になります。どういうイメージかというと、これ、三角形 ABD、これ三角形じゃないですけども、これ三角形 ABD だと思ってください。で、この AC っていうのはちょうど真ん中の線、ここの折り目だと思ってください。で、これをですね、ぐにゅっと曲げるわけですね。で、下にですね、この三角形 BC、この平面、BC がボンと乗ると。こんなイメージです。わかりますか？こんなイメージですね。こんなイメージ。今、ちょっと図で書くとですね、この AC っていう線がありまして、これ AC ですね。この AC っていう線があります。で、BC がこうあると。BC。で、ここ垂直になっておりますね。で、また CE があります。CE がこうあるわけですけども、この E と D がくっつくわけですね。E と D がくっつきますよと。まあ、ここは D でもあり、E でもあるわけです。で、そうすると、ここの、ACD、ここも垂直になっております。ここも垂直になってます。ここも垂直。で、ここを結んで、で、この F と A がこう折り曲げてぶつかると。こういう感じですね。ちょっと点線書くと、こうなってるよと言いたいわけです。これ点線してるわけだ。こんな感じですね。ここを底面積として高さと。で、大切なのはですね、この AC と BC が垂直。AC と CD が垂直。ここのね、一つの線に対して、先ほども同じこと書きますが、これ90度になってて、で、さらにこっちも90度になってるよと。で、その時に、ここの作る平面と、この AC が必ず垂直になるんですね。この AC と BC が垂直で、AC と CD が垂直だったら、この BC と DC が作る平面と AC が垂直になります。なので、このようになって、三角形、この BCE ですね。ここ正三角形。ここを底面積として高さが2と。いうふうにして考えられますよってことですね。で、F のところをこうパカッと折り曲げて A とぶつかったというふうになります。そしたら、あとは正三角形の面積を求めて、一辺の長さが4の正三角形なので、こうビーッと垂線引っ張って、4の半分でここ2で、で、ここ60度で、1対ルート3対2になりますね。だから、ルート3倍して、ここ2ルート3と出ます。そうすると正三角形の面積が結局 4×2 ルート 3×2 分の1で正三角形の面積が出て、で、高さが 2×3 分の1ということで、これ計算して3分の8ルート3という具合に出ますよということなんですね。はい。ということで、どこを底面積にして、まあ、まずはですね、これ正三角形だな。一辺長さ分かってる。これ面積求められるな。で、ここ底面積した時の高さ。なんかも言いますけどね。これ立体図形ですごい重要です。このね、AC があって、BC があって、CD があって、で、ここは90度、90度になってる。その時に、この BCD が作る平面と AC も垂直になりますよと。なので、ここを底面積したら高さ AC という具合になるというわけなんですね。わかったかな？以上で解説終わります。では。